ハギアソフィア大聖堂に残るモザイクイコン、デーシスの一部。それまでのモザイクイコンに比べ、キリストの顔が立体的に描かれている。コーラ修道院のフレスコイコン、復活パレオロゴスアッサルネサンスは、東ローマ帝国における最後の古典復興、文化の公用を指す言葉である。後に、イタリアのルネッサンスに影響を与えた。 かつて10世紀のマケドニア王朝期における文化の公用はマケドニア朝オルネサンスとも呼ばれるが東ローマ帝国最後の王朝であるパレオロゴス王朝の文化についても提唱された概念である第4回十字軍ではコンスタンティノポリスが西ヨーロッパに蹂躙されラテン帝国が建国され東ローマ帝国は一時断絶する1261年に ミカエル8世、パレオロゴスがコンスタンティノーポリースを奪回東ローマ帝国を復興させたが、その後の東ローマ帝国は、オスマン帝国やセルビア王国に押されて領土は縮小。14世紀には、オスマン帝国の属国状態となり、政治、経済面では衰退する一方であった。しかし、文化面では、教会美術の流星が見られ、 古代ギリシア文献の研究がさらに推し進められた。この時期になって文化面が交流した理由は、東ローマ帝国がもはや東地中海の大帝国の座を失い、すっかり小国に転落してしまった中、人々が古代以来の伝統を持つ文化に帝国の栄光を求めようとしたことがあるのではないか、とする研究者もいる。教会美術では十字軍の打撃から回復し、 かつてのビザンティン美術の水準を取り戻した。古代ギリシャ文化の復興を受けて、それまで様式的だった宗教画なども写実的に描かれるようになり、優美で写実的なモザイク壁画やフレスコ画が多数描かれた。主な中心地はコンスタンティノポリスとペロポネソス半島のミストラスである。一部の研究者は初期ルネサンスの画家、ジョットの絵画と、 コンスタンティノポリスのコーラ修道院のフレスコ画の近似性を指摘し、この時期の美術がイタリアルネサンスへ影響を及ぼしたのではないかと主張している。文献の研究や著作活動、哲学なども発展した。多くの古典文献に注釈が付けられたほか、古代ギリシャの作品の写本や古代の形式に則っ,った作品が作られた。その作品の中には、 長い間古代の作品だと思われていたほどのものまである。皇帝マヌエル二世、パレオロゴスも滅亡寸前の帝国の維持に奮闘しながら学芸を保護し多くの著作を残した。また、最末期にミストラで活躍した哲学者ゲミストスプレトンに至っては我々はギリシア人であると主張し古代ギリシアの神々を復活させるべきだという主張を行った。 科学の面でも古代イギリシャの天文学がイスラム経由で逆輸入され復興を遂げた。13世紀には後のグレゴリウス歴に近い歴法が考案されるまでになったが実施されることはなかった。フィレンツェ公会議の際にはプレトンはじめ多くの古典学者がイタリアを訪れ古代ギリシア研究の成果をイタリアに伝えた。また、 コンスタンティノポリスの陥落による東ローマ帝国の滅亡前後には多くの知識人がイタリアへ亡命し、その携えた古典の文献がイタリアに伝えられた。これらはイタリアにおけるルネサンスの古典復興に大きな刺激を与えた。井上光一、クリューザワ・タケオ、世界の歴史11ビザンツとスラブ、全権書、P205。ありがとうございます。